はい、こんにちは。JBS 武蔵野川合です。今日は外野フライをうまくする練習メニューをご紹介します。今日の動画はフライの時に落下地点にうまく入れない選手、後ろの打球が苦手な選手、守備範囲を広くしたい選手におすすめの動画となります。フライを取る時に必要な能力は2つ大きく分けてあります。1つは空間認知能力という能力です。で、2つ目は俊敏性ですね。1つ目の空間認知能力なんですけれども、例えばですね、こう物がここにあるっていう、その自分と物との位置の情報とか方向性とか、あとは距離感ですね。それを把握する能力を空間認知能力と言います。その能力が高ければ高いほど、パッと見た時に瞬時にそこの方向と、まあ、位置、距離感が分かるようになります。なので、まずその空間認知能力を高めていくことが必要です。2つ目は俊敏性です。空間認知能力が高くてもフライの落下地点に入れる素早さですね、そこに追いつくまでの足腰の強さがないとフライの落下地点に入れないので、まあ、俊敏性というのも必要になります。今日は主にですけども、空間認知能力を高めていく練習をご紹介していきます。一つ目の練習はおでこキャッチと言います。やり方なんですけれども、グラブをおでこの横ぐらいにセットして固定します。で、この固定を保ったままコーチにフライを投げてもらって落下地点に入って取ります。これはなぜ固定するかというと、自分が落下地点に入っていくってことが大事なので、入れなくてこうグラブを離して取ってしまうと落下地点に入る練習にはならないので、しっかり落下地点に入るためにグラブをこのおでこの横ぐらいにつけます。で、さらにこの辺につけるとですね、おでこでボールが見える位置で取れるので、例えばこのグラブの位置が高くなってしまったりすると、フライで来た時に自分が上を見すぎてバンザイしちゃったりとかするので、このグラブの位置で確認できるところでボールを捉えて取ります。このおでこキャッチなんですけれども、野球をやり始めた子とかですね、フライが結構苦手な子向けなので、ちょっとやり始めて最初の頃の練習となります。結構ボールが最初やり始め怖い子とかですね、いると思うので、柔らかいボールでやってみてください。怖くなってしまうと、どうしてもこう手の部分がですね、離れてこうやって取ろうとしてしまうので、より取れなくなってしまいます。自分が使っているボールがもし怖いようであれば、柔らかいボールでコーチに軽く投げてもらって、柔らかいボールでしたら多少こうね、当たったりしても痛くないので、痛くないボールとかでこう体の近くで取る癖をつけるようにやってみてください。今回使うボールはこのようにちょっと柔らかいボールですね。おでこキャッチやってみたいと思います。これむずいじゃん。初心者、初心者だよこれ。よし、うい、オッケー、側見て、オッケー。なるべくここで固定します。おでこの横ぐらいですね。おほほほい、おほほほほい、おい、ライナー来た、ライナーじゃあ悪い例やります。手を離しちゃうとダメですね。こうやっていい例いきます。体を持ってきます、ボールに。で、同じ手の固定した位置で取ります。バリエーションとしては、例えばですね、コーンを置いたり印をつけたりして、その方向に反応して動くっていうのがあります。おでこの横にグラブを添えておくっていうのは変わりません。コーチが例えばこのコーンの場合は黄色って言ったら黄色の方向に反応して自分が動いていって取るとか、赤っつったら赤の方向ですね、前後の位置とか左右の位置に自分が反応して動けるようにやってみてください。黄色、赤、ういっ、ういしゃ、青。他のバリエーションとしては、目を切った状態でコーチの声に反応して動くバリエーションを紹介します。はい、はい、はい。それでは次は後ろ向きでやってみます。はい、はい、よっ、はい、やばい、あーい、ミス、はい、よいしょ、ういー。次の練習はターンフライキャッチと言います。で、おでこキャッチでこの取るのが慣れてきたら、まあ、次の段階としてやってみてください。最初はコーチを見たまま走っていって配送してフライを取ってください。えっ、
次は目を切って行うバージョンでやってみたいと思います。実際の打球でも目を切ることっていうのは多くあるので、その練習となります。はいはい、はい、やばいやばい素人ですけど、なんかおかしかったって。はい、よっしゃ。このようにターンフライキャッチやってみてください。続いては Y 字フライキャッチという練習です。左右の後ろ側のフライを取りやすくする練習です。このようにコーンなどで目印を作ってください。 Y の字を書くようにやってみてください。選手はコーンの分岐点に向かって走っていきます。で、途中でコーチが左右と言ってですね、こちらの方向に選手は走っていきます。で、途中で振り返ってボールを補給します。左右左右で、この Y 字フライキャッチでは自分の体の前側でグラブを出すように意識してください。例えばこちら側を追っていって、こういう風に取れればいいんですけども、体の後ろ側とかだとこういう風になってしまうので、それは逆もそうですね。こういう風に取れればいいのに、こっち側にボールがあるとこうなっちゃうので、必ず体の前側です。追っている前側で取るようにしてください。場合によっては切り返す必要が出てきます。こういう風に追っていてこっち側来た場合はこういう風に切り返す切り返すっていうのも一つ練習になるので、ぜひやってみてください。撮影上ですね、実際コーンの長さとかは短いので、もう少し広くやって、全力で走ってこう取れるぐらいの長さでやってみてください。ありがとうございました。質問のある方はコメント欄へお願いします。 SNS で動画を共有お願いします。スマホタブレットの方は動画の説明欄にリンクがあります。この動画がためになったと感じたらチャンネル登録、そしてグッドボタンを押してください。JBS 武蔵 TV をご視聴いただきありがとうございました。